戦わない者の名は誰も覚えない。変えなければ終わりか。それがパラミティアという世界だ。知っているのか、この私を。あんたは先行、ライトニングだ。ああ、そう名乗っていた。仕留めるか。ダメだ。飛べるか。知るかよ。行けるはずだ。ボワクポー、ホノジクポー。闇の最中で声を聞いた。この世界は光の戦士を求めている。光の戦士となって人々を救うために戦い続ける者たちがいる。私に何かを求めるでもなく声は告げた。パラミティアルール、戦わない者の名は誰も覚えない。あんたの名は聞いている。この世界に伝わる予言に出てくるそうだ。人の魂をカオスに導く死神、あるいは人を支配する神に立ち向かう閃光、その名はライトニング。大げさな紹介だな。で、予言には続きがあってね。光の戦士は呪われた閃光を解き放つ、だって。その言葉の意味は、光の戦士というのはお前のことか。一応光の戦士を目指してはいるが、なれるかどうかはわからない。閃光を解き放つとかいうのも見当がつかない。あんたが閃光だとしても俺と何の縁もないかもな。もう縁はできた。さっき助けてもらったんだ。礼を言う。意外と素直ね。見ての通り、私の剣は敵に通じなかった。この世界に来た時に力を失ったらしい。それとも最初から力なんて持っていないかだ。どういう意味だ。実感がないんだ。ライトニングと呼ばれても自分の名前という気がしない。私はライトニングということになっているが、実は作られた偽物かもしれない。その割には落ち着いてるな。自分が偽物だとか思ったら普通もっと動揺するぞ。自分自身さえ疑うのは初めてじゃないからな。度胸があるのは分かったが、パラミティアは度胸だけで生き抜ける世界じゃない。らしいな。しばらく力を借りていいか。
こんなところで死にたくはない。あんたを守れっていうのか。ああ、助けてくれないか。分かった。意外と素直ね。ここがお前の終点だ。いい気になるな。